条谷朝倉氏遺跡からは150万点を超す出土品が発掘されています。その中には城下町の文化的な生活を推理させる日用品が数多く含まれています。それでは出土品を通して一条谷の生活を再現してみることにしましょう。城下町のほとんどの家には屋内に石を積み、その上に尺谷石の枠を置いた井戸があり、その近くに台所や炉がありました。人々は台所では包丁やすり鉢、こね鉢、おろし皿、鉄鍋、ごとくなどを使い調理をしました。それらの調理器具を使い、サザエ、カキ、カラス貝、タイ、カモ、イノシシ、野菜などを煮炊きして食べました。料理は青磁、白磁、染付、越前焼きなどの焼き物と漆塗りの碗や皿などで食べました。日が暮れるとエゴマの油を豆苗皿に注ぎ、これに火をつけ、その明かりで夜を過ごしました。晩秋から春先にかけて、一条谷の人々は尺谷石で作られた番床という安価に炭火を入れて暖を取りました。一条谷の城下町は町割りや建物だけではなく、文化面でも京をモデルにして町づくりを行ったのではないかと考えられています。特に茶の湯は高級武士から町民まで幅広く親しまれていました。豊富な化粧道具で女性は美しさを磨きました。髪の汚れをすいて取った櫛、現在のクリップのようにして使ったかんざし、髪や爪を切ったハサミ、当時の武士階級では男女ともに眉作りとお歯黒が身だしなみとされていました。紅皿で紅花の粉末を水に溶いて唇に塗りました。また一条谷の人々は定金往来などの文章を写し書きし、文字や文章の学習をしていました。一方で遊びの文化も栄えました。子どもたちは駒回しや羽根つき、大人たちはすごろくや将棋に興じました。特に一条谷遺跡の将棋の駒の出土は将棋の歴史を塗り替える貴重なものです。一条谷の町人の中には多種多様な職人たちがいました。ここには方垣と呼ばれた染め職人が住んでいました。方垣は朝な夕な大きな亀を用いて糸を染め上げていたのでしょう。数珠師は水晶などの原石を加工して数珠玉を作っていました。火縄銃や鉛で作られた鉄砲の玉、弾き金、攻め金具などがまとまって出土し、この町には鉄砲職人が住んでいたことも明らかにされました。朝倉氏は一条谷に京の優れた文化を持ち込み、それを急速に人々の暮らしの中に浸透させていきました。1470年代からおよそ100年間、一条谷は越前で最も文化豊かな都会だったのです。